平成30年3月17日、阿蘇市一宮町の阿蘇神社で、火振り神事が行われ、氏子や観光客たちが神社参道で火のついた茅束を振り回して、神様の結婚を祝いました。火振り神事を前に、まず佐藤阿蘇市長が挨拶。続いて、大阿蘇御神火太鼓保存会のメンバーが太鼓を披露。さらに、一宮中学校の生徒11人が火振り神事の由来について説明しました。そして午後7時前、阿蘇神社からおよそ12キロ離れた阿蘇市赤水の吉松宮から姫神様が到着すると、参道で待っていた氏子たちが茅束に火をつけて頭の上で振り回しました。この火振り神事は農業の神様、年根の神、国辰の神がお妃を迎えられた際に、氏子たちが茅束に火をつけて振り回し、お妃を歓迎したのが始まりと言われています。結婚の儀式は、御瀬迎え神事とも言われ、仮の拝殿で執り行われ、農業の神様とあって、五穀豊穣も合わせて祈願。阿蘇の農耕祭事の一つとして、国の重要無形民俗文化財の指定を受けています。おととし4月に発生した熊本地震で、国の重要文化財に指定されている楼門が倒壊したために、今年も火振りの場所を縮小して行われました。この日はおよそ2000人の観光客たちが訪れていましたが、観光客たちも火振りに参加。用意された1200束の茅束に火をつけて振り回すと、参道には幾重にも火の輪ができ、火振りの火が飛び散るたびに歓声が上がっていました。